大田光とテリー伊藤が大炎上、沢尻エリカで、本日放送された TBS のサンデージャポンの中で、沢尻エリカの逮捕に対し、テリー伊藤さんが次のような発言をしてしまいました。沢尻エリカは芸能界でも唯一無二の存在、圧倒的に美しい、ものすごい力がある。若い時から彼女に対して、 みんな敬語を使い、彼女は孤高になっていく。そういう時に彼女がそこに手を出したというのが残念。彼女は年をとっても力のある時代劇も魔性の女も似合う。もしかしたらあと10年すればお母さん役もできる。特別な女優だったから本当にもったいない。本当に唯一無二の存在だ。これから彼女は いずれ復帰しますよ。その時に見ている人が、あの捕まった沢尻ねっていうような頭がどっかに残っちゃう。演技をやっていてもそれを消すというのはなかなか難しい。彼女は芸能界でしか生きる術がないかもしれない。さらに、太田光さん。覚醒剤とマリファナと MDMA ってどれだけ中毒性で言うと、 MDMA だから、もしかすると、ちゃんと構成して、また女優にっていうことも考えられるのかどうか、その辺がちょっとわからない。罪を償って、その後もう一回、彼女がと発言をし、このお二人がサージリリカさんに対して、サージリリカ容疑者に対して、復帰前提で、 話をしてしまい、大炎上しておりますが、この沢尻容疑者、警察の調べに対して、合成麻薬の MDMA を以前から使用し、他の違法薬物も使用していたと、供述しております。まずは、沢尻容疑者が、どういった犯罪行為を行っていたのか、事実を 明らかにしなければいけない段階で、いきなり復帰の話を出すのはおかしいんじゃないでしょうか。警察には徹底的に捜査を行っていただき、また、捜査によって明らかになった事実について、太田光さんやテリー伊藤さんには、 その事実のみを、まずは、報じていただくように、番組で説明していただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。